Yeah!
時間10分経過、10分経過。Yeah!
ぱ伊藤も良くなってきてるんで、あのフットスタンプが出し方が上手くなってきましたね。そうですね、いいところで自分の大技を出せるようになってきたんで、自分たちもこうあの子たちの読めなくなってきたっていうか、それだけ成長してるってことなんで、自分たちとしてはありがありますけど、まず何より一番怪我ですね。怪我さえしなければいくら不調だろうと何だろうとコンディションはうまく持っていけるんで、怪我しちゃうともう何にもどうにもなんないんで、怪我だけしないようにもう準備運動とか欠かさずやってますけど、いいです、負けても得るものはあるじゃないですか。あ、危ないか。この道を歩き始めて7年目、一歩一歩大切に歩いてきた。その一歩がなかなか進めない時もあれば、簡単に進める時もあった。でもこの道を歩いてきたこと、後悔したことはない。これから先も確実に歩いていきたい。そして何よりこの道を選んだ自分が好きだ。
Yeah!
静香、山田俊夫組の勝利でございました。なんていうんですか、怪我が自分特に多かったんで、怪我しないようにっていうんで準備運動とかもやりますけど、気持ちとしてはやっぱもう首一回故障してるんで、だからもう今日の試合が最後かもしれないって気持ちで、いつもこれが最後だって気持ちで一応リングに上がってますけど、リングが近づくにつれてもう相手が見えてくるんで、とにかくいい試合をして相手を倒さなきゃいけないってことだけ考えて、自分ここ家が近いんであれなんですよ、実家が。だからお母さんに連れてきてもらって、で普段前までは犬を旅とか巡業とか連れてったんですけど、なんかバスの関係で犬連れてきちゃいけないってことになって、だから昔でしたから選手ほとんどみんな一人一匹は飼ってるん で本当は犬がいた方が楽しいんでしょうけど、そんなに話題つってもそうですね、やっぱ自分とはもう正反対で、2人ともやっぱ気が強いっていうのがあるんですけど、やっぱトヨタは結構もうポンポン跳ねるっていうか技で見せるプロレスしてるんですけど、自分はやっぱり不器用な方で、あんまり器用じゃないんで、自分はなんかもうリングに這いつく、なんか自分がこう力強いプロレスやって、トヨタがやっぱり飛んだり跳ねたりとか華麗に見せるプロレスをしてるんで、だから2人で組んでる時は結構組みやすいっていうか、新人の時から結構組んでたんで、でも最近ちょっとなんか不調で組みすぎちゃったんですかね、なんかあんまり良くないんで最近組んでないんですけど、そうですね、やっぱり新人の時からもうお互いに口には出さないですけど、もうやっぱ今でも一番気になる存在ですね。この間ちょっとタッグなんですけど、トヨタで当たったんですけど、なんかすごく新鮮っていうか、なんか試合やった後になんかやったなって気がしたんで、シングルでトヨタとやりたいですね。今日はですね、美味しいお餅を、食べれるお店があると聞いたんで、試合の合間に来てみました。じゃあ食べてみたいと思います。これからですね、私の選んだおすすめの料理が出てくるからね。これだ、じゃーん。これが納豆餅、これがくるみ餅、これがずんた餅で、これが黄金そば。まずは納豆餅、次はくるみ餅ですか。甘い。で、なんですかこれ。ずんた餅。これがまだお餅がこれこんな大きいのか、この2つも入っちゃってて、これがまた美味しいんですよ。でエビもこんな大きいのが、あーもうお腹いっぱいで全部平らげちゃいましたよ。もうあのですね、猪苗代湖に、来た時には、ここ野口記念館前の、三条っていうお蕎麦屋さんなんで、ぜひ、来て食べてみてください。絶対美味しいですからおすすめします。それでは試合に戻りたいと思います。はい、アウト。いいですか。はい、OK です。
たない。やめろ、5分経過。
勝てよ。それでは今から山田敏夫選手の部屋を突撃したいと思います。今ね、多分もう試合から終わって帰ってきたところなんで、ちょっと行ってみたいと思います。どうぞ。これがいつも山さんが乗ってるバイクですか。
どうしたの、遊びに来たんじゃん。なんでですか。ちょっとね、たまにはほら部屋をねちょっと調べなくちゃいけないな。なんか変な、何もないですよ、そんな。いないかね、どうかな。ちょっとお邪魔します。あ、どうぞ。何これ。これは自転車、一回取られちゃったんです、外にあって。だから中に入れてあるんです。さすがだね、ケチの山田さんのやることだよ。え、違いますよ、ケチとかじゃなくて、ファンの子からもらったものがちゃんと大事にしてもらえる。だけど普通部屋に自転車なんか入れる。とっても部屋が広いんで置いてあるんです。いや、いい部屋じゃん、なかなか。わ、すごい、何これ、すごいね。全部チコさんじゃん、一応。憧れのチコさんの写真。汚い足。今綺麗ですよ。でもどうしたのあれ。すごい虫に刺されてて、あらららららら、なんか変な人みたいだ。あれ、ガムテープ貼ったの、ここに。バーそこで。あ、そう。え、何ですか。これがね、髪切りやった時のこの坊主頭ですか。よく伸びたね。もうすぐ1年です。あ、1年でそんだけ伸びるんだ。スケベなんじゃない。そうかもしれないですね。何も見渡しても何もないですか。いや、ちょっと山さんの部屋の自慢って何。自慢ですか、うん、本当はでっかい暖房とでっかいサンタクロースがあったんですよ、うん、でまあ玄関にあったやつ、はい、うん、もっとサンタクロースもこれぐらいで暖房もこれぐらいで、うん、でも狭いんで実家に、うん、休みの日とか何やってんの。あ、もうビデオ見てます。一人で。あ、友達とかと遊んだりとか。怪しい、一人で。なんでそんな笑うの。いや、別に。あ、そうなんだ。すごいね、ビデオね、やっぱりね。いや、これでも結構減ったんです。あ、そうなの。実家に持ち帰って。エッチなビデオとかないの。ないですよ。全部見てもいいですよ。いいですけど。あ、国語辞典だって。何すんのこれ。字調べるとき。っていうことは、手紙を書くってこと。手紙を前ちょっと書いたりとか、うん、ね、わかるよ、大体。私も持ってるもん。大体手紙を書くときにこれを持つんですよ。お酒があるじゃん。それ一個はメキシコ行ってお金が余ったんだけど、これはズブロッカーでしょ。これ事務所に届いてたんです。なんかすごい、たまにはこう掃除した方がいいと思いますけど。すごいじゃん、これすごい強い飾りです。でも口開いてるよ。いや、開いてないんですよ。ごめんごめん、開いてないわ。開いてないです。テキーラ、これテキーラ。あー、テキーラだって。空港のところで余ってたんで、お金が埃かぶって。汚い飾り。ごめんね、突然来て。いや、いい、大丈夫です。ねえ、言っとけばさ、埃ぐらい取っといてさ。何ですかって、何ですかって。さあ、私さ、何ですか。なんかお腹空いちゃって。ちょっと待ってください。だって果物とかしか入ってないです。ちょっと待ってください、本当に。ね、誰か隠れてんのここ。ちょっと隠れてるんですね。そう。え、別にジュースとか果物しか入ってないんですよ。今度冷蔵庫移します。ちょっと待ってくださいよ。飲み物とかしかないんですよ。やっぱりさ、どういう生活してるのかさ、私もマネージャーだから知らなくちゃいけない。自分果物とかしか。羊羹も食べるわけね。これもらったんです。ちょっと待って、冷蔵庫見られるなんて。ちょっと待って。ねえ、あんたこれさ、どうしてこういうことしてんの。これ朝飲んで。ケチ、すごいケチ。だけど普通これさ、炭酸物こんなことする。別にケチってるわけじゃないんですけど。あ、そういえばね、あの井上貴子もそうだったよ。こう、別にもったいないじゃないですか。なんかあんまりないです。欲しいものはないね。食べるときはその日のものしか買ってこない。そんな、アイスクリームばっかりだ。食べますか。確かに今お腹空いてるから、アイスクリームはちょっと痛いかもしれない。でもこれファンの子にまたお菓子持って帰ってきて。あ、そう、ちゃんと取っとくんだ。いや、もらったものがちゃんと食べないといけないです。ファンは凍らしといた方が新鮮に食べられる。これいつのパン。え、一昨日かなんか買ったばっかでしょ。すぐ凍らしちゃうんです。
ご飯ちょっと待ってください。いいんですか、凍らせといた方がいいじゃないですか。これも一昨日ぐらいですよ、オフの時に、うんうん、結構ご飯はこう冷凍しといた方がチンしてすぐ帰ってきて食べられるから、うん、あんた炊いて、うん、全部だからおにぎりにしてやっちゃうんですよ、帰ってきた時めっちゃ大丈夫です、うん、そんなね、だってそんなの雨急に来るかもいけないですよ。帽子好きなの？いや、坊主じゃん。坊主になった時にもっとあったんですけど。いや、すごいねこれね、実家に。今一応それだけ。うん、すごいすごい、いっぱいあるね。じゃあファンの子がみんなくれて、みんなに、あ、ファンの子がくれたんだ、はい、じゃあオークションには出せないね。出せないですね。あ、でも自分で買ったのもありますよ。いくつあるの？ちょっと後ろの方汚いけどさ。あ、これこっちゃった。いや、本当にいっぱいあるわ。すごいね。あ、かっこいいバッグ持ってんじゃん。これバリ島行った時に、これですよね。うん、これバリ島行った時に安いんですよ。これ5000円ぐらいです、日本円にしたら。嘘、本当です。なんで私に買ってこないの？本当に言われなかった。あ、そっか。あ、これかっこいい。結構綺麗にしてますね。うん、綺麗ですよ。これから、はい、これからビデオを見て、うん、何寝るかなみたいな。でまだ寝ないですね。うん、これ好きなんだよね。好きなんだ。あんまり売ってないでしょ、でも日本では売ってないんですよ。この間グアム行った時はね、店中がこれだったよ。でもしこれ集めてるとか言うとみんなこれくれちゃったらびっくりしちゃうの。ダンボ集めてるからダンボいっぱいくれちゃったんですよ。ちょっとあるとこにいいとか。でも本当は7色ぐらいあるんですよ、いろいろ髪の色が。で全部の色欲しいんですけど、今ピンクしかないんです。緑とかね、紫とかね、ピンクしかないんですよ。もういっぱいあるよ。じゃあいっぱい紹介してもらったから、はい、そろそろ帰るわ。あ、だっていたってジュースを出ないで。あ、ジュース飲まれますか？いらない、いらない、今もう帰るからいいよ。何の構いもしなくて本当にありがとう。じゃあ次影さんち行きますか。うち今ね壊してるからね、ダメなの。うん、じゃあゆっくりプライベートの時間でも楽しんで、はい、ほんじゃあち、じゃあ今度来る時は言ってください。前もって何か用意しておきます。また突然来ます。そう。じゃあごめんね。え、すいません、何の構いもしない、うん、いい、みんなによく言っとくから。あ、何をですか。いや、山田んち行ったんだけどジュースも出なかったと。そうだ。どうも、お疲れ様でした。いつもそばにいてくれたみんな、ありがとう。何度も壁にぶち当たったけれど、少しずつでも乗り越えてこれたのはみんながいたから。みんなの笑顔のおかげで今の私がいる。そしてこれからもみんなと一緒に泣いたり笑ったりしていきたい。みんなが私のために流してくれる涙、私のためにくれる声援、無駄にしない。私は最高の笑顔、そして最高の戦いを送ります。